ぶった切れる、あんな奴ら俺にかかれば。はい、来た、ジェットパック2枚切り。よいしょ、一丁上がり。はい、どうもりょうすけです。今回はバリアブルローリングを使ってね、ガジェリアやっていきたいと思います。これね、スプラッシュボンピッチあるんで、スペース OK でいきます。いきましょう。ガーチェリアのハーコフグ走行。お、ガーチェリアのパワーが2500って、これかなり高いぞ。おお、やはりな。うわ、なにこれ。俺だけなんか違うやないかい。俺だけランキングが頭についてないやないかい。だが、しかし、だがしなんだよな、これが。関係ない。ランキングついてようがついてまいが勝つな、俺だ。よいしょ。バリアブルビーム、ビーム。これかなり強いですよ、この武器。よいしょ。バリアブル。なめんじゃねえよ。やべ、やられるワールド。おわ、バイバイ。なんですか、やばいな、全員ランキング勢ってマジ頼もしいな。ちょっと絶対に足を引っ張らないように気をつけたいと思います。バリアブルローラーね、これかなり強いです。動きやすいんで。よいしょ、シールド&ビームで当然僕らし巻きますよ。よいしょ、ちょっと遠距離目で。よいしょ、はなんでやねん、角一マジックのようだな、マジ、マジで。よいしょ。マジか。さっきのあれ、角1バケツ強いな。差し入れチャーリー、気をつけて。ガツン。消えたらと？なぜ消えることができるんだ。よいしょ。うわ、無理か。これきついな。よいしょ。OK。一人ぶった切っていく。ぶった切って、さらにこれもぶった切りたいな。弱ってんで。うわー、ごめん、マジですまねえ。そんなにやられてる場合じゃねえのに。ナイス確保、ありがとうな。サンキューサンキュー、バブルランチャーで確保してくれた。今のな、切れてんけどな、正直バツン切れるとこやってんけどな。ボムライス使うから迷ってもうた。よいしょ、とりあえずスプラッシュオンピッチャー入っていかんと負けるからな。よいしょ、あとは一人。よいしょ、二人目も切りたいけど、ここは欲張れねえ。欲張ります。よいしょ、なんでやねん、くっそ飛んできてんな。もっとね、ボンピッチャーを履いていくような差し回りが一番ええねんけどな、ギア的に考えても。侵入者あり。よいしょ、さあ侵入者あり。任せなさいと言いたかったな。任せられないんだよな、これじゃ。相打ちですまね。優秀ですな、相手のプレイヤー。さあ、ナイス、2ダウン入ったかな。ちょっとエリアはマジで根こそぎ取らなあかん。よいしょ、塗り合いに参加させて。よいしょ、弱らせるわ。よいしょ、ガツン。よっしゃ、来た。オッケー、2人狩り来た。それもいくからね。すまねえ、欲張った。よいしょ、危ねえ、トムラッシュ。うわー、マジか、それ強いな。ジェットパックの爆風で刈られたか、もったいなかったな。すまねえな。さあ、でも味方も優秀、相手も優秀というバトルになっておりますわ。しっかり2人切っていかんとあかんからな、やっぱ勝負に関わるキル。よいしょ、さあどう打開していくか。まず潜伏が怖いな、これ。よいしょ、イカスピアか、手伝いたいな、できれば。よいしょ、よいしょ、はい、さあボムラッシュ巻きましょう。ボンピッチャーなんですけどね。よいしょ、ボンピッチャーエリア方向巻いて、さあそしてキロか、ガツン。いけ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 、全員でしばけ。オッケー、しばき間こうなったら。なんでや、隠し取れなかった。まさと今のは隠しじゃないけどさ、帰ったか。じゃあもうキル取ったようなもんか。オッケー、ウィン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 。くらえ。なんでやねん、あいつなんていう耐久力や。驚異的なやつがおるな。よいしょ、驚異的耐久力目。よいしょ、よいしょ、ボムラッシュ貯めないとな、ボムピッチャー。よいしょ、よいしょ、ごめんね、バブルランチングよろしくね。すまないね。でもスペースは結構使いやすいな。
どうでしょうかね。打開試みようぜ。バブル。よいしょ。バブル爆発させよう。よいしょ。よいしょ。とう。よいしょ。後ろ来てんのかな、これ。後ろ来てたら罪やな、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。裏回られてる可能性あるけどな。よいしょ。やべ。やべ。うわー、すまねえな。かたじけねえ。まあだが、いいバトルができたよ。ありがとう。ガジェリアのハーコグソークをやっていきたいと思います。さあ、頼むで。おー、いいね、いいね、いいね。強そうなメンバーは揃っていく。任せろ、俺バリアブルめっちゃうまいから安心してくれたまえ。ぶった切っていくからね。この縦振りの能力、そしてボムピッチャーの混ぜ合わせコンボ。よいしょ。ここは一旦エリア確保していきたいな。はっ。さあ、ここはしっかり逃げて。よいしょ。よいしょ。はい、ぶった切っていく。でそこね、みんなで奇襲しましょう。よいしょ。ナイスナイス。そうそうそう、もうね、3人がかりで OK です。で、足場整えて、一応まあ、ちょうちんあんこ戦法までは行きたいねんけど、今回ビーコンないんで、生潜伏ちょうちんあんこになってしまうんだよな。よいしょ。もうそうなってくると、ちょうちんあんこ関係ねえんだよな。ただの潜伏なんだよ。くらえ！俺が死ぬやつか、これ。よいしょ。やられたまるかよ。やられていくんだよな、これがよ。バブルランチャー強すぎんねん。知ってるわ、そんなんでやられるくらい。もう最初から、もう、分かっとる。ボムラッシュなんかで通用しませんよ。バブルランチャーなんでもう無限の耐久力です。バブルランチャーは一番最強と思ってるんで、やっぱり。うわっ、やべ。うわー、ごめんよ。すまねえな。ナイス格好。ちょっと待ってくれよ。右サイドの動きやすいんかな。左サイドとりあえずやり返してくるわ。さっきのバケツみたいなやつ。とりあえずバブルランチャーエリアちょっと塗って一旦ストップかけたいね。お、確保できたわ、ありがとう、ね、さあ3ダウン。あとプライムシューターそっちかな。あいつだけやな。飛んできたら嫌やからもうボム巻いとくよ。よいしょ。さあ、あいつ待ったらスペシャル巻いてやがんな、バブル。ここは一旦サイド取り巻く。箱ホグの基本、サイドをしっかり取る。よいしょ。やっぱサイド取ってたらだいぶでかいからな。これはスプラ1時代からの定石なんだよな、サイド取るっていうのは。よいしょ。ナイス、ボム消してくれた。これシールドで耐えれるでしょう、ね、よいしょ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 。アタック。うわー、マジか。しかもそんな一瞬で爆発すんのが、なんてやつや。しかもバブルランチャーだらけじゃん。相手もしかして全員バブルランチャーとかいうマジック使ってるんちゃうやろな。よいしょ。さあ、落ちくんのかな。よいしょ、食らっとく。よいしょ。締め切れねえか。カモン言うてんな。確かにそのカモン分かってんだな。どうした。あー、ごめん、一人はやったんだけどな。ナイス。うわー、でもこれエリアの取り合い負けるな、これ。第一頑張ってくれてるけど、これ俺も飛ぶわ。もう一か八か、縦振り決めに行く。よいしょ。エリア取るわ。オッケー、ナイスナイス。サイド取り巻く。任せろ。一旦サイド取り巻いて、ローラーなのでこういう塗りは得意で、塗り合い参加か。これめんどくさいな、このバブルランチャーが。であれば思い切って前行くわ。よいしょ。思い切って前々で暴れて、ラッシュ巻いとくか。よいしょ。ほい、ほい、ほい、ほい。ええ感じ巻いたんちゃう。さあ、実行は起こらないでいくが、よいしょ。ナイス、あれ、自分自分。うわ、なんでやねん。どんな判定しとんねん。ええ金せよ。どんだけでかいねん。ステージ全体に判定あるやろ、そ。これ飛ぶわ。ナイス、アーマー。よいしょ。シールドで味方守りますわ。よいしょ。残念、シールドで耐えます。ごめん、インクがねえんだよな。サンキュー。
ッケー、相打ちで。さあ相手一人なんで、これはいけるっしょ。ごまかしといて。サンキュー。 3-4。 いやいやいや、もっと活躍してますよ、実質ね、塗ったんで。ガーチリアのムツゴロウの方やな。さあどんな感じでしょうかね。さあ今回ランキング勢一人という感じか。了解ウォッチ。あ、いた、イヤホンが。ハトさん、よいしょ、一回こっちから行きます。さあ侵入者ありか。イカ忍者か、タチの悪いイカ忍者か。いや、ダイレクトアタッキングやな、イカ忍者関係なく。よいしょ、ここはボム巻きますわ。地獄見せる。よいしょ、人間なめんな。よいしょ、さあここ陣取ったもん勝ちなんですわ。さあぬりぬりビーム、縦切りボンバー、縦切りボンバー。まあええわ、しっかり取り巻いてね、足場。おい、さあこっちからも入選できるんか。俺ちなみにここのガチエリア初めてなんだよな。よいしょ、初めてだから忙しいぜ。よっしゃ、2人ともやったわ今。ちゃんとね、縦切りで射程確保してたので問題ないです。ごめんなさいね、これね。そんなとこ置かないよ。よいしょ。どうしようかな。どこに敵おる？あ、おったな。なんか来てんな。よいしょ。バレてないとでも思ってんのか。よいしょ。じゃあな。舐めすぎや。君らなんでやねん。どういうこと？目の前で思いっきり武器振り回してんのにさ。それに関係なくなんか突っ込んでくるんじゃないやつら。よいしょ。学習した方がええと思いますよ。よいしょ。シールドでやれ。それが無理か。ボトルガイザーじゃなくて、これ何やったっけ？なんとかローラー舐められすぎ、これ。よいしょ。くらえ！ほら、終わりじゃん。よいしょ。舐めとったらあかんねん、この動き。よいしょ。うわー、最悪や。かたじけねえんだよな、ボムラッシュやら、溜まってる時にやられたら。よいしょ、一旦エリア取ります。結構むずいな。とりあえず足場取りまいて、まあ先に僕ピッチャー履いてもええかもしれんけどな。よいしょ、これ死ぬわ。よいしょ、カウンターアタック無理ですよね。さあ3ダウン了解。いやーきついか、こっちから行った方がええな。でも奴らなんか結構俺の射程舐めとるから切れるんよな、正直。ぶった切れる、あんな奴ら。俺にかかれば。はい、来た。ジェットパック2枚切り。よいしょ、1丁上がり。うん、ジェットパック2枚切りなんてもう余裕。よいしょ。これでもほんま、ファインプレイヤーで今の。勝負に関わる一撃やで、あんな。おそらくこっちの方が敵来るからな。よいしょ、いつもこっちから打開されてるから、こっちを俺見た方がいいかもしれない。結構こっちから来るんですわ、敵。来た！さあ、一発当てて、さらに2発目。2発目行こうか。ちょっと待てよ。しっかりパトローリングしようか。こっちからの打開があえて優秀なので。それを、さあ、相手スペシャル溜まったな。ジェットパックスか。よいしょ。アーマーか？アーマーか。よいしょ。ここは、さあ、駆使していきたいね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。ナイスバブルランチング。ボンバー。 OK、 あのジェットパック2枚切りがね、勝負を決めました。ガオジェリアのムツゴロウだよ、よろしくお願いします。さあランキング勢2人、いいだろう。さあまずはハトさんにバレないようにいきます。よいしょ、いきなりチャージャーかよ。しかもぶった抜かれていく。しかもここ下からがあんま強くねえんだよね。さあまずは射程舐めてんな。終わりじゃ。
ほら、バリアブルなめんじゃねえ。よいしょ、これはエリアにも広げつつ、当然奥側へアクセス。オッケーオッケー。さあ、シールディングボンバーと、まあ、投稿管でいいでしょうね。よいしょ。はい、余裕。さあ、チャージャーさん、こんにちはと言いたいですね。さあ、いい勝負。ただ、ぶち抜かれはしないよ。よいしょ。どこにおる？チャージャーとあんま関与せんからな、早いねんけどな。ちょっと弱ってんねんな、俺。よいしょ。やられた、了解ウォッチング。これ、ま、あ、無理かな。ボムではちょっと負けないですね。さすがに人数が3ダウンやったんで。はいはい。まあ、一旦俺ダウンかな。ほぼ俺ダウン。あ、ここにもハト、ワイトのか。どうしようかな。よいしょ。ごめんごめん。突っ込んできてるわ、なんか。ややこしいやつ。ごめん、それ、あんま強すぎ。ナイス。確実にぶった切ったんだからな。ちょっとアーマーが。ええな、アーマー強いな。よいしょ。どこ行った？あれ消えた？うわぁ、炭酸ボム、それ、いやらしい。マジごめん。いやぁ、かたじけないことになってしまったなぁ。もう少しぶった切らないとな、やはり。ごめん、今の確実じゃないんか。すいませんね、といったところで、これで計測完了していくんだよなぁ。よいしょ、2433、高いな。ええ感じちゃう。ガーチェラの箱ぐっそうこう。バリアブル楽しいよな。この武器なかなかいい。縦切りが気持ちいいんねんな。あのダイナモローラーほどその動きが重くないから、かなり使いやすいよね。そのイカ速度が落ちないという、これがやっぱりメリットですよね、この武器の。これほんま気に入ったわ。普通に持ち武器になりそう。よいしょ。ガツン、まあ、火力はちょっと不足するんだな、今のとかね。ちょっと火力が縦切りぶった切ってんねんけど。ちょっと惜しいのな。さあ、相手うまいな。これは飛んでみるか。一応一瞬スリーダウン入ってたから。後ろ。よいしょ。帰ったか。なら、一旦サイドを取り巻いていくか。よいしょ。サイド取り巻いて、まあ、縦切り入れつつの、まあ、ボムピッチャー、遠投側で。よいしょ、遠投ボムピッチャー入れます。やべ、ジェットバック来てんな、これ。ガツン、さよなら。あんなの俺の餌なんだよな。よし、申し訳ないけど。餌でしかない、ジェットバックは。さあ、なんか裏からやられてんのか。忙しいな、なんか。うわぁ、これ、ハサミ打ち食らうな。シールドペインティング。来ないか。とりあえずエリア管理だけは。よいしょ。敵がどっから来るとはいえ、まあ、エリア管理だけは。OK。さあ、どうしようかな。ほい、ほい。さあ、ここで溜まったのはでかいよ。よいしょ。よいしょ。はい、さよなら。オッケー。オッケーオッケー。エリアキーピングだけでね、しっかり買っていくと。さあ、ラストいきましょう。ガーチェラのムツゴロウ。ここのせいででも立ち回りむずいよな。なんか上からも下からも来るし。ハトさん、あー、いっちゃった。でもこれ上からのは強いよな。正直なんか高低差でさ、打ち勝てるよな。え、なんで2発当てたのしないの、あいつ。よいしょ。これボムピッチャーから入ろうかな思った矢先に、お前もこれ置き土産じゃ、俺の。もう足場取られたから置き土産、何の意味もないけど。エクプロ強えな。まあ飛ばんとくか。ほい、スプラッシュボムピッチャー貯めようか。さあ、詰めてくんのか、あいつ。うわ、落ちたと思ったけど、ここは割るか。水じゃないよ、なかった。幸い、これ無理や、あいつらに見られてる。よいしょ。2ダウンですか。ちょっとお待ちくださいね。
よいしょ、まずは1人プラスマボピッチャーでごまかしていきたいね。ごめん、やっといて。ボムね、今のでやれなかった、よう隠れれたなあいつら。まあでもまあ1回エリア取ったからナイス。さあこれ塗って駆けつける。よいしょ、ちょっと待って、早めにこの辺整えた方がいいな。さあ上見えてんだよな。ただこれ爆風ごめんね、ボム爆風圏内入っちゃったからすまねえな。さあこれ下を陣取ってるからな、上をちょっとなんとか打ち勝っていかなあかんないけどな。ほいほい、こっからどう忍び寄るかやな。敵どこ潜伏してるかわからへんし。よいしょ、ボム、あれか。よいしょ、おっとそう来るか。よいしょ、縦切り、これ角打ち圏内が狭いのよな。まあダイナモローラーほどはね、やっぱ角打ち圏内取れないのでね。よいしょ、危ね、エクプロどこや、なんかエクプロに狙われたな。さあエクプロ気をつけて詰めた方がいいんちゃう。よいしょ、さあここ来てるよ。よいしょ、うわー、まあもう来んのか、これごめん、はいでしきれん。よいしょ、一旦リードまでエリアを粘る作戦でいくわ。作戦切り替えて、よいしょ、はい一丁上がり。よいしょ、もうねジェットパックなんで、あの俺に倒してくださいって言ってるようなもんですよ。よいしょ、うわーごめんなさいね。さあビーコン飛ぼう。マジで？ここは角位置を取っていくが、ごめんね。ホールダウン、差し切り直そう。まあ、一旦ね、全員同時にやられたんで、ゆっくり仕切り直せばいい。慌てんでよ。さあ、なんか若葉みたいなおったな。もみじ、若葉みたいなおるな。さあ、アーマーやから部下悪いな、これごめん。角位置圏内やけど、アーマーなんだよな。すまね。ナイス確保、ありがとう。一回取るだけでペナルティ入るからな。さあちょっと黄緑多すぎやな、こっから根こそぎ塗り替えさんと潜伏されるな。3ダウン了解しました、一旦落ち着いていこうか。さあ来た、まずは1人。さあジェットパッキング、まああれはねさすがに距離遠いから無理っす。よいしょ、とりあえずエリア方向にも入線しないと負けるか。よいしょ、ごめんなさーい、ナイス。誰かなんかエリア泥棒うまいやつがおるな。十分十分、一回取ってくれたからつないだわ、希望。さあちょっとこっからキル取らな負けやな。よいしょ、うわやべやべ、うわーもうそれやめてよ、うわーマジごめん。さあ2段ナイス、リードやめて、リーダーやめてよー。まあいいわ、こっから俺が奇跡を起こそう。ボムピッチャー貯めればいい。うわやべ、ごめんなさい、こんなとこでやられたらもうあかん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 。よいしょ、こんなとこでやられてる場合じゃねえんだよ俺は。ダイレクトアタック、うわーアーマーかよ。オッケー、なんとか水没まで追い込んだけど、ここでのやつは負けか。負けた、飛ぶ先が手羽先だ。対戦ありがとうございました。OK、バリアブルローリング楽しかった。ご視聴ありがとうございました。